備中高松城の戦いは毛利軍の勝利に終わった。敗れた秀吉はそのまま京へと軍を返す。そのあまりに急な撤退には理由があった。本能寺の変。信長が家臣明智光秀に討たれたのである。真相を知った毛利家には秀吉の追撃を主張する者もいたが、高景がそれを制した。かくて秀吉は仇討ちを果たし信長の後継者となる。毛利家も秀吉の傘下に入り、その天下統一事業に尽力。秀吉が長宗我部元親の治める四国の制圧に動くと、高景は一軍を率いて馳せ参じた。秀吉は高景の忠心を褒め、討伐軍の軍師の一人とした。もう一人の軍師は黒田官兵衛だった。先人の将、四国征伐。ごめん、高影。どうやらさよならを言わなきゃならないみたいなんだ。本能寺の君の判断は正しかった。世は確実に太平に近づいていっている。ま、勝手なセリフだけど、君たちに毛利家、いや天下の行く末託していいかな。高影か。兵には礼を言わねばならぬようだ。毛利が秀吉様に臣従した件ですか。礼には及びません。毛利家のため、世の太平のためです。そもそも本能寺の変を大返しの折、兵に見逃してもらえねば我らはここに立っておらぬ。それも礼には及びません。すべて毛利家のため、世の太平のためなんですから。父ならもっと良い方策を編み出せたでしょう。これで毛利家には賢人がいなくなりました。いや、いるではないか。慶吾、小早川、高景、私など綺麗事ばかりの偽善者に過ぎません。すべては父がいてくれたから。父が非常をやってくれる。だから私は優しくいられた。父が手を黒く汚して寂しそうに笑うのが悲しくて、手を汚さずに済む策を必死で考えやってきただけ。故にこそ慶は真の賢者たりえるのだろう。慶の非常の部分は私が受け持とう。呉服には到底及ばぬかもしれぬがな。一生は夢の間なれば。いらっしゃいませ。珍しい品、毎度ありがとうございます。届けよう。
我らの先遣隊が中央砦に突出している。まずは我らとの連携回復を第一とする。では北砦と北東砦を落としましょう。進軍部を確保し、先遣隊との連絡路も作れます。四国の魂足場に刻みつける。暗骨を知らず最初に奏でるのはお前だ。あ、私？もうやればいいんでしょ。敵将を討ち取りました。ここで一手お前の反骨魂の輝き皆光れ発奮している。四国には女神がいるんだ。誰が相手でも見事負ける気がしねえ。モグリだなんてこの大げさ。でもちょっと遅いわ。敵将を討ち取りました。船を一つでも失えば退路を断たれる。当然敵も狙ってくるゆえ注意すんだ。美女ちゃんには一般の恩があるしね。足場の船もらうよ。開門。障害を排除した。彼女をどこかに封じられれば。毛利本陣近くの北取り出などはいかがでしょう。敵将を討ち取ったり。開門。ちょっと無理しても美女ちゃんたちの本気に応えたかったんだね。今こそあの女を始末する。ただ奴を崇拝する男たちの前で俺は逆転。北砦に誘い込み秘密裏に排除する。女が知らずに消えれば男どもは戸惑う。開門。毛利が敵勢のネクラマシ役を買います。なるべく早く誘い込んでください。秀長殿の船を爆破する気でしょうか。とにかく止めればなりません。北西方面の男どもは混乱するはずだ。奇襲するなら今ですね。私このまま終わりたくない。
ポンコツ。開門。今からわしも参戦するね。いつなり、ひよまさん、頑張ってる。そう、うん。敗北条件変更。ついに来たか、天下人。聞け、俺たちの魂の叫びを。天下人の戦、見せつけちゃるわ。物量で押し、一気に蹴りをつけるんだ。開門。
強い歴史をしてくるのかな。秀吉様は何としても守り通せ。これにあり我が忠義我が武勇とくと味わえ、うん、開門覚悟は当にできておる参れこの職務でとっておくおどりさんお願い、聞いてくれる？キキーかわいいなんて照れるのどんな願いじゃもそっと近くでお前様元近、師匠無念なのじゃ開門先火種とて感化できる。せい救援行冷静に対処する道は必ず開ける反骨の魂とやらは見せつけたわよ次はあなたの番死なない程度に頑張って戦場に散った魂俺に戦えと叫んで行こう魂の叫びに応えるために開門ここまではうまくいきましたここまではうまくいきましたね。負けてしまうとは。戦救援行。敵が一枚上手か。面白い。敵将打ち取りました。負けてしまうとは。ここで行って何という強さよお見事にございます戦救援行敵が一枚上手か面白いここは救援を感謝すべき叶う相手ではなかったかなんと見事な意に当たる我が功にしてくれるわ順調あっぱれ我ら
も続け。ミラコ、障害を排除した。隙のない戦運びですね、官兵殿。隙のない戦運びですね、官兵殿らしい。としても役目を果たせてよかった。いやー、ご苦労じゃった高影、さすがじゃ。官兵ともども胸のすくような大活躍じゃったな。ところで恩賞やらんといかんのじゃが。官兵の功、お前さんの見るところどのくらいじゃ。こたびの四国の戦、官兵殿の功を大きく、一国の大名にお取り立て遊ばされるのが相当かと。やっぱそうかの高影、ここで出し渋ったら世間からケチと言われるかの。ええ、恐れながらわしも天下人じゃ。ケチ呼ばわりはされとうないの。天下人がケチでは天下もしみったれてまうわ。ところで高影、お前さんの功も官兵衛に劣らぬと世間ではもっぱらの取り沙汰じゃ。ちゅうことはお前さんも一国の大名に取り立てんと、わしがケチじゃと言われてもわ。小早川高影、お前を伊予一国の国主に任じる。よいな。恐れながら私は毛利家の臣下でございます。秀吉様から直接恩賞をいただくわけには参りません。じゃがこれくらいせんとわしがケチと言われるわ。そういうたんはお前さんじゃで。それとも高影、わしがケチ扱いされてもええんか。天下人の顔に泥を塗るんか。恐れながらその恩賞毛利家にいただければと。
さすれば我が主輝元により、秀吉様のご意向通り私に領地が下されましょう。我ら毛利は秀吉様の沙汰に一層の恩義を感じ、世間も秀吉様の懐の深さに感心いたすでしょう。官兵衛の言うとった通りの賢人じゃのう。わしの考えなぞお見通しじゃったか。